要するに、ロシアに何回も行ってるじゃないですか。二十何回行ってるわけですよ。で、なんで、二十何回も行って、で、結局どうだったのっていうこと、をみんななんで、問わないの、うん。そうですね。二、う、十、んね、何回行ってるわけやんか。だから、僕でも、プーチンさんと二十何回も言ったら、それなりになんかあ。<laughs> ある、ある程度の根回しできるんじゃないの、うん、って思いますよ。 それはできないですけどねあ会うこともできないけど、うん、まあ会えたらという、ね、あの前提の中でねもっと言うやんおうやったら。だら。ね。うん、要は何なんですかと例えばもう2頭しかダメなんですかとかね、うん、4頭では本当に駄なんですかとか4頭の可能性あるんですかとかどうすればどうなるんですかとかなんか聞くやんやっぱり。うん、話するやんかそこでまあ一対一で話するわけだから。 平和条約締結したいというのはお互い同じ思いなもの思いな,なわけでしょ、うん、で日本側としては4党一括返還がなければ平和条約結べないという立場だったわけじゃないですか、うん、ねでそれを曲げたわけじゃん、うん、曲げたら曲げたってまず言いましょうよと、はい、4党返還って言ってたけども2党変こだわ4党返還にこだわらりません、うん、ということをまず言うべきなのになんかなし崩しやんあの人 TPP 会議もしませんって言ったけど、うん、TPP 推進になってもいうこと変えてないという人やから、うん、そんなおっさんのいうことを信用できひんやん。そうですね,ね、要は4党返還ってずっとなってたのよ。2>, うん、2党返還なんていうもんだったら袋叩きようってやるのかなんですよ。はい、それが今2党返還してくれてありがたいみたいな状況になってるわけですよ。うん、これみんなどういうことなの？安倍基準なのと思う、うん、そのそのなんか、えー、愛国 心がある人たちに対して、僕は言いたいけど、うん、愛国心ある人たちって、もっといろいろ言うとったじゃないですか。うん、それは今、今そのようになってるのは、安倍基準でなってんのと、うん、安倍さんがそういうか、そっち側に流れてんの、それとも。安倍さんが言おうが、どうしようが、四と返還は、絶対で、絶対的であって。安倍がどう言おうと、それは二党って、安倍がなるんやと、安倍は許さんっていうのことなのか。安倍ちゃんが言うんやったら、二党返還でええかと思ってんのか。他の人が二党返還で言うと許さへんけど、安倍さんが言うからええのかとか、うん、なんかそれ辺はっきりしてほしですよね。うん ししてないでしょ、うん、今そのネットウヨってネットウヨって言ったものすごい言い方悪いけど、うん、そのあのあ僕らみたいなやつは全部反日とか言われるわけですよ。うん、ね非国民とか言われるわけですね、はいで。愛国心がないとか言われるんだけど僕なんかどちら,どちらかといえば人一番愛国心僕持ってますよ日本大好きだもん、うん、だってあのアメリカ映画好きだけど僕はアメリカに行って映画作りたいなんて思わないもん。うん、日,本日本って作りたいからなぜかって日本が好きだからね。うんええ だから、なのにちょっとでも安倍さんに言うと「反日」みたいに言われるわけやんで、これってさ、うん、安倍さんは自分に反対するやつを「反日」ってレッテル貼ってさなんかそれだけの話じゃないのって思うわけよ、うん、本当に「反日」と言うんだったらちゃんとどちらが「売国的なことやってるんだったら俺話したいですよ安倍さんと、うん、絶対安倍さんのほうが「売国的なことやってますよ」すね、正直な話なんか誰かそういうこと言ってくれてもいいんですけどね、うんうん、なんか。うん 私たちが直接安倍さんと話してることはまず多分ないと思うからでもどうなんぶっちゃけどうなんですかって聞いいてほしですよね別に私としてはもともと日本が持ってた4党それがってきたらいいですけど今の状況が続くよりもちょっとでも帰ってくるんやったらみたいな思って譲歩して2党で話がうまくいくんやったらいいですけど。 でもその感覚ってすごい勝手だしそれに対して運動してきた方もいらっしゃるしこだわりの方もいらっしゃるしそのままふわっと行って結局2頭でももし帰ってきたら安倍さんすごいやし4頭、2頭って言って交渉した安倍さんすごいんて信念とかなんとかってなくとりあえず今、安倍さんが一生懸命頑張って話をしに行ってるっていう認識しかないじゃないですか。みんなのそ 本当にもうふわっとね,ね、はい、一般論ですよはい、はい、一般論として、うん、ふわっと、うん、でそれでまあ帰ってきたら儲けもうぐらいな感じもまあだからもしかしたらそのえっと時代が。 もうついていってないのかもしれないですけどね、その若い世代にそのもう四とえもうそのこだわることあるみたいな感じで、結構そのそこで乖離してる部分があるから、なんか結構こんなしくしに言ってても誰も何も文句言わないっていうのも正直あるかもしれないと私は思うんですよ。そのあんまりその自分たちのその領土のもう所有感とかなんかこだわりとかどんどんやっぱ薄れていくじゃないですか。自分のこと自分が住んでるそこさえ別にそこを急に 取られたってなったら、偉いこっちゃですけど。うんうん、もう、そのね、果たしない、その隅の方って言ったら、あれやけど。なんか、多分、そういうのも全部合わさって、ちょっとこうプラスに働いてるのかなと、今の状況が。そうですね。でも、うんまあ、まさにそうだと思いますよ。うん、まあ、それはね、それでもいいんですよ。若い子があんまりこう、あの、現実感がなく。北方領土。そうそう、そうそう。で、それいいんですよ。そう、それは、その人たちの考え方じゃん。うん でも少なくとも前々から四トでなかあったかんって言った勢力もあるわけじゃないですか。うんね、その人たちはどうしてる、ね、か <laughs> <う>ということなんですよ。確かに。もっと声れ大きくしてもいいですよね。その人たちがなんで何も言わないのってこの状況でね。うん、前まではあの鈴木宗男さんがあのロシアとパイプがあって。うんうん いろいろ話し合ってた中で、まあ、二島返還論も出てきたわけだけど、もう。その時代却下ですよ。何をとねで、うん、二島返還みたいな、甘いこと言うのいいなよみたいなことでね。うん、言われてたのに、今安倍さんになってからは、安倍さんの言うてる、安倍さんが四島でなんかったかんって言ったら。四島でなかったかんってなるんですよ。で、安倍さんはもう返してもらわなくても、平和条約結ぶってなったら、うん、あ,あそれもしゃあないかなって。なるんですようん、うん、だから、要はそれだけなんですよ。結局ね、何だかんだ言うてもね、みんな偉そうなこと言うてもね。 安倍さんのの顔色をってるだけな安倍ちゃんは何も考えてないから適当に言うてるだけなのそれでみんな右往左往してるの大の大人も含めてほんで若い子たちは「安倍さん意外と頑張ってるやん」みたいなねだから若い子何も考えてないはっきり言って考えてる人は絶対そんなこと言わないからなんとなく雰囲気で「頑張ってるやん」とか「二十何回もプーチンちゃんとお手てなって言うわけやんか。といことは二十何回もお手てこれかえって普通そうやんか君ら嘘そやろっつって。 その二十何回も誰かに持ってて、何の結果も出せなかったアホと言われるんで、うんで,ね、でも、なんであの人言われへんの、うん、って、僕は聞きたいですよ。なんか日本の感覚として、うん、例えば、その二十何回会って話をしたら。それなりに、まあ、表立ってとは別で、個人の関係が結ばれるだろうと思いがちじゃないですか。うん、でも、結構海外の方ってはっきりしてて、いや、会ってるかもしれないし、個人的に別に好き嫌いじゃないけど。政治になったら、別やでっていう、すごいはっきりしてるでしょ、うん、そう,そう,そう。もちろん、日本はそこをさらに、うん、その。 そういうい関係性も政治も飛び越えでしこうなんて公私混浪してしまうのが普通と思ってるから、うん、えっプーチンえみたいなのになってるけど、うんうん、向こうからしたら普通のスタンスですよね。もちろん,なんか もち,もちろん、もちろん、ね、なんかこう振られた感がちょっと一部ありますけど。もち,も,ちもちろん、もちろん、で、ね、うん、そこもちょっとちゃんとしないと、なん,なんか日本の癖というか。うんうん、かそれが良くも悪くも、働いてしまうのが、なんかこうなあなあになって。仲良しやから、こうとか、優遇するとかっていうふうに、つながっていくんやなって。ね、プーチンと、な、あの、安倍さん仲良しじゃないんですよ。うん、これ、みんなね、知っとかないといけませんよ。二十、うん、何回、なんでプーチンおてるかっ,て言ったら、<laughs> 土産持ってくるがおってるんですよ。土産持っていかなかったら、ありませんよ。また、いくら払うとか、どうのこうので、みんなお金持ってくるから、おってるんですよ。 うん、どこ行っても安倍さん安倍さんって言われるのはお金持ってくるからですよ、うん、あのたお金持っていかなくなった誰も言いませんよ、うん、要はそのお金ってのは全部税金ですよ、うん、どんかあの人外国にお金持って行ってるのち、ね、むちゃくちゃ持って行ってるんですよ、うん、あの人外国にいっぱいお金持って行ってて株株を買い支えるためにめっちゃお金使ってて、うん、このね事実だけは皆さん知っておいてください、うん、安倍さんになってからあ資産1億円以上の、まあ、富裕層というのが 日本でで万人超えたんですん日本という1億何歩しかいないあれで300万人の方が資産1億円を超えたんですよ。でこれアメリカ500何万人って世界一なんだけどそれについて世界2位になったんですよ。中国よりも多いんですよそれは安倍さんになってからですよ。 <で>うん、安倍さんになってから資産1億円の超金持ちがめちゃくちゃ増えてるのに、うん、みんなの平均年収は下がってるんですよ。うん、ということはみんなから下げた分は浮いた分は全部金持ちにいってるということなんですよ。うん、これはもう数字が全部出てるわけですよはっきり言うて、うん、こんなんを許しとくのっていう世界ですよ。うん、日本でそんな金持ちが何百万人も増えて、うん それでねみんな苦労しててねまあ社内は今境内がどうのこうのって言うててねそれで耐えてるっつったらねほんと僕ちょっと頭おかしいんちゃおうかなと思います。